村木厚子は、日本の元労働官僚。津田塾大学客員教授。旧姓西村。厚生労働省4人目の女性局長として、2008年に雇用均等児童家庭局長を務めた後、内閣府政策統括官、厚生労働省社会、援護局長を歴任し、2013年7月から2015年9月まで、 厚生労働事務次官を務めた。退官後は伊藤中商事取締役、住友科学取締役、損保ホールディングス監査役、コニカミノルタアドバイザー、大妻学院理事、土佐中学校、高等学校理事等に就任。高知県出身。夫は労働省入省同期の村木太郎。二女の母でもある。幼い頃は人見知りで、 対人恐怖症の読書好きな少女だった。自由な幸風に憧れ、土佐中学校、高等学校に入学。同校を卒業し、高知大学分離学部経済学科に進学した。社会保険労務士の父の背中を見て育ち、大学卒業後の1978年に、労働行政を管轄する、労働省に入省した。なお、その際の国家公務員上級試験では、 高知大学からの合格者は村木一名だけであった。東京大学出身者の男性キャリアが多い、霞が関の中央省庁の幹部の中では珍しい地方国立大学出身の女性で、さらに厚生労働省では少数派の旧労働省出身であった。事務処理能力や頭の良さ、法令知識などが特に目立つような存在ではなく、誰もが認める時間候補や エースと呼ばれるタイプではなかったが、障害者問題を自身のライフワークと述べ、人事異動で担当を離れた後も、福祉団体への視察を続けるといった仕事に臨む、真面目な姿勢や低姿勢で物腰柔らかく、誰も怒らせることなく、物事を調整することができる、敵を作らない典型的な調整型官僚として有能であることが評価されていた。女性としては、 松原信子に続き二人目となる事務次官就任の可能性も囁ささかれていた。2008年には厚生労働省雇用均等児童家庭局長に就任した。2012年9月10日に社会援護局長。2013年7月2日から2015年9月まで事務次官を務め退官。2016年6月、伊藤中小事社外取締役に就任。 厚生労働省社会、援護局障害保険福祉部企画課長時代に、自傷障害者団体、林の会に、偽の障害者団体証明書を発行し、不正に、郵便料金を安く、ダイレクトメールを発送させたとして、2009年6月、大阪地方検察庁特別捜査部長の大坪、行動や、道部副部長の賀本明の捜査方針のもと、虚偽公文書作成。 同行誌の容疑で、同部主任検事の前田恒彦により逮捕された。逮捕時に、舛添洋一厚生労働大臣は、大変有能な局長で省内の期待を集めていた。同じように働く女性にとっても、希望の星だったと、容疑者となった村木に、三次とも取れる異例のコメントを発表した。しかし、同年7月、大阪地方検察庁は、虚偽誘引公文書を作成。 同行取材で村木を大阪地方裁判所に起訴した。取り調べ中に担当検察官である国井広木は村木に向かい、和歌山毒物カレー事件を例に挙げ、あの事件だって本当に彼女がやったのか実際のところはわからないですよねと言い、否認を続けることで冤罪で罪が重くなることを暗示し、自白を迫った。二千九年十一月に保釈請求が認められ、 逮捕から約5ヶ月ぶりに身柄が解放された。広中淳一郎弁護士及び夫も同席した保釈後の記者会見では容疑事実を強く否定し改めて無罪を主張した。2010年9月10日大阪地裁は無罪の判決を言い渡した。長妻昭厚,厚生労働大臣はそれなりのポストにお戻りいただくと無罪が確定した場合は 局長級で復職させる旨を言及した。その後、2010年9月21日に大阪地検が上訴権を放棄したため、下級審での無罪判決が確定判決となった。その同じ日に、朝日新聞は本事件を担当した前田が証拠改ざんを行っていたことを長官でスクープし、同日夜、前田は証拠隠滅の容疑で逮捕された。その後、 同年10月1日には、大坪及び同副部長であった佐賀が、同特捜部当時の部下であった前田による故意の証拠改ざんを知りながら、これを隠したとして、犯人贈徳の容疑で逮捕された。この事件において、村木の逮捕に深く関わった、検察官3人の職務遂行が、犯罪の疑いをかけられ、逆に被認者として逮捕されるという極めて異例の事態となった。詳細は、 大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件を参照のこと。佐藤優は村木厚子さんは無罪になりましたが、部下に行為を使われた上司としての責任は当然問われないといけないと述べた。2012年2月、部下の有罪確定を受けて、訓告処分を受けた。2010年9月21日、基礎給職処分が解かれ、村木は厚生労働省に 大臣官房付として復職した。その後内閣府に出向し、9月27日付で局長級の内閣府政策等活官に就任した。青少年育成や少子高齢化、自殺、犯罪被害者対策、障害者施策等の施策の担当である。また、内閣府自殺対策推進室長と内閣官房内閣審議官も併任した。 10月21日から菅直人内閣総理大臣の特命を受け、待機児童ゼロ特命チーム事務局長を平認した。検察の在り方検討会議では、大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件で、交流された一人として意見を述べた。2011年6月から法務省、法制審議会審時代の刑事、司法制度特別部会委員を務め、 取り調べの可視化に向けた審議などに当たった。2012年2月、国側から得た刑事保証金を社会福祉法人乱攻愛理委員会に寄付することを表明し、同年3月、共生社会を作る愛の基金が創設された。2012年9月10日付で、厚生労働省社会、援護局長に就任し、3年3ヶ月ぶりに厚生労働省に局長として復帰した。 2013年7月2日付で、金子淳一の公認として、厚生労働事務次官に就任した。女性の事務次官就任は、松原信子労働事務次官以来、16年ぶり2人目である。2014年6月18日、国会提出した法案等の文書ミスで、軍国処分を受ける。2015年4月8日からの天皇と皇后のパラオ訪問に同行。 10月1日付で事務次官を退任。2016年6月、伊藤中小寺社外取締役、小丹海祈高株式会社アドバイザー、学校法人、大妻学院理事、一般社団法人障害者雇用企業、支援協会顧問、公益財団法人、三菱 UFJ 信託芸術文化財団評議員、公益財団法人産業雇用安定センター評議。 公益社団法人日本フィランソロピー協会理事に就任。2017年学校法人都佐中学校、高等学校理事、津田塾大学総合政策学部客員教授、ソンポホールディングス株式会社監査役に就任。2018年住友科学株式会社取締役。ありがとうございます。